ノー・オー・リング発売即完売。ナンバー・アンダーライン・アイの人気が爆発する理由とは平野賞ガン・ユータ、神宮寺ユータの化学反応。ナンバー・アンダーライン・アイが生み出す新たな音楽の奇跡。ミュージックシーンの新生、ナンバー・アンダーライン・アイがリリースしたノー・オー・リングは、まさに音楽業界を揺るがす出来事でした。平野賞ガン・ユータ、 神宮寺ゆうたという3人の才能あふれるアーティストが集結し、彼らの持つ独自の魅力とエネルギーを最大限に発揮したこのミニアルバムは、多くのファンの心をつかんで話しません。このアルバムが持つ力は、単なる音楽作品にとどまらず、彼らのこれまでの歩みと未来への希望を感じさせるものです。ノー・オー・リングの発売に際して、初回生産限り定番と通常版の2つの形態が用意され、 それぞれに異なる特典がついていることがファンの間で大きな話題となりました。特に初回生産限り定番には豪華なフォトブックが付属し、アーティストたちの素顔や撮影秘話が詰まった内容はコレクターズアイテムとしての価値を高めています。通常版もまた、ジュエルケース仕様の12ページの菓子ブックレットがついており、細部までこだわったデザインが魅力です。 の、ノー,オーリングのリリースが発表された瞬間から、SNS や各種メディアでは、その話題が持ちきりでした。特に、ミュージックビデオ、ナンバーアンダーライン、アイアンダーライン本の再生回数が驚異的なスピードで増加し、まさに瞬く間に注目の的となりました。この成功の背景には、平野章、ガン・ユータ、神宮寺ユータの3人が持つ個々の魅力と、それが融合することで生まれる化学反応があります。 彼らのパフォーマンスは、ただ技術的に優れているだけでなく、見る者の心に直接訴えかける力を持っています。また、ノー・オー・リングの収録曲は、どれもが異なる色彩を持ちながらも、全体として一貫したテーマとストーリーを感じさせる構成となっています。曲ごとに異なるスタイルとメッセージが込められており、それぞれの曲が聴き手の感情を揺さぶります。例えば、 エネルギッシュなリズムと力強い歌声が特徴のタイトル曲、の、お、リングは、聴くだけで自然と体が動き出すような高揚感を与えます。一方で、しっとりとしたバラード曲では、彼らの歌声が持つ繊細な感情表現に胸を打たれることでしょう。このミニアルバムが発売されると、瞬く間に売り切れが続出し、入手困難な状態が続いています。それだけ多くのファンが待ち望んでいた作品であり、 彼らの人気の高さを物語っています。しかし、ただ単に数量が限られているから人気があるというわけではありません。その背後には、ナンバーアンダーラインアイというグループがこれまでに築き上げてきた信頼と実績があります。ファンの声に耳を傾けると、ノーオーリングがいかに彼らにとって特別な作品であるかがわかります。あるファンは、このアルバムは、 私たちにいつも幸せを届けてくれるナンバーアンダーライン愛への感謝の気持ちを改めて感じさせてくれると語ります。また別のファンは、平野翔、ガン太、神宮寺優太の3人が一緒に作り上げたこの作品は、まるで彼らの成長と絆の証のようだと述べています。こうしたファンの声が示すように、ノー・オー・リングは単なる音楽作品にとどまらず、 ファンとアーティストの間に深い絆を築くものであり続けています。このように、ノー・オー・リングは多くの人々にとって大切な作品となっており、その人気は今後も衰えることなく続くことでしょう。特に、これからのナンバー・アンダーライン・アイの活動に期待が高まる中で、彼らが次にどのような作品をリリースするのか、どのようなステージでファンを驚かせてくれるのか、ますます目が離せません。 今後の活動に注目しながら、彼らの成長と進化を見守っていくことが、ファンにとっての大きな楽しみとなることでしょう。ノー・オー・リングの成功は、ただ単に優れた楽曲とパフォーマンスに留まらず、彼らの人間性やファンへの思いやり、そして音楽に対する情熱が結実した結果です。このアルバムを通じて、彼らが伝えたいメッセージや感情が、より多くの人々に届き、共感を呼ぶことでしょう。 そして、その共感が新たなファンを生み出し、さらなる人気と支持を得ることにつながるのです。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、聴く者に力と希望を与え、日常の中での小さな幸せを見つける手助けをしてくれます。その音楽が持つ癒しの力と、彼ら自身の魅力が相まって、ファンはますます彼らの音楽に引き込まれていくのです。ノーオーリングのリリースは、その象徴的な出来事であり、 これからの彼らの活動に対する期待が高まるばかりです。彼らの音楽を聴くたびに、どんな瞬間が心に残りますか例えば、初めて、ノー・オー・リングを耳にした時の感動や、ミュージックビデオを見た時の興奮、その一瞬一瞬があなたの記憶にどのように刻まれているでしょうか音楽は個々の体験や感情に深く結びついています。 私たちはみんな、それぞれの生活の中で異なる形で音楽と出会い、その音楽に触れることで人生の一部が色づくのです。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、まさにその一部となるような特別な力を持っています。彼らの曲を聴くたびに感じるエネルギーや癒し、そして希望は、日々の忙しさや困難の中での小さな安らぎや喜びとなります。例えば、 通勤中にイヤホンで彼らの曲を聴きながら、一日の始まりにポジティブな気持ちをもらうことができたり、疲れた夜にリラックスするための一助となったりします。彼らの音楽が日常のどんなシーンであなたに寄り添っているのか、その一つ一つが特別な思い出となり、心の中に残るのです。音楽の力は、それを聴く人それぞれの人生に深く関わり、その人の感情や思考を豊かにします。 ナンバーアンダーライン愛が生み出すメロディーやリリックは、その瞬間瞬間に生きる私たちの心に語りかけ、時には励まし、時には共感をもたらしてくれるのです。さらに、彼らのライブパフォーマンスを通じて直接触れることができるエネルギーや、一体感もまた特別な体験です。観客とアーティストが一つになり、共に音楽を楽しむ瞬間は、言葉では言い表せないほどの感動を生みます。 ライブ会場での一体感やファン同士の交流、アーティストとの距離感、それらすべてが彼らの音楽体験をより一層豊かにしてくれるのです。彼らが次にどんなステージを見せてくれるのか、どんな新しい音楽を届けてくれるのか、その期待感は常にファンの心を高揚させます。新しいアルバムやシングル、コンサートツアー、さらには映画やドラマへの出演など、彼らの多岐にわたる活動は、 いつも私たちに新しい驚きと感動をもたらしてくれます。彼らの成長を見守りながら、その旅路に共に歩むことができるのは、ファンにとって最大の喜びです。また、彼らの活動が社会に与える影響についても考えてみましょう。n ンバーアン Underline I は、音楽を通じて多くの人々にメッセージを届けています。それは、愛や友情、希望や夢といった普遍的なテーマから、 社会的な問題や個人の葛藤にまで及びます。彼らの音楽は、聴くものに考えるきっかけを与え、行動を促す力を持っています。例えば、彼らの歌詞に込められたメッセージがある人にとっては困難な時期を乗り越えるための支えとなることがあります。また、彼らの活動がチャリティーや社会貢献に結びつくことで、ファンもまたその意義を共有し、共に社会に貢献する動きを促されることもあります。 音楽が持つ力は、個人の内面にとどまらず、広く社会に波及するのです。最後に、ナンバーアンダーライン愛と彼らのノー・オー・リングを通じて感じたことや、これからの期待について考えてみてください。あなたにとって、彼らの音楽はどのような存在でしょうか彼らの楽曲からどのようなメッセージを受け取りましたかそして、未来のナンバーアンダーライン愛にどのような期待を抱いているのでしょうか これらの問いかけを通じて、より深く彼らの音楽を楽しみ、共有することができるでしょう。